それでは今日の授業を始めたいと思います。今日は、第5章の最後の節で 5.3 節の線形結合と部分空間というところをやりましょう。で今回はその線形結合の性質をちょっと確認するということで、まず数ベクトル空間 Kn ですね、 N 項の数ベクトル空間の中にその x1 から xr というベクトルを取ってきます。でこの時に、この x1 から xr の線形結合っていうのはこの授業のだいぶ最初の方でやりましたので、思い出していただきたいんですが、この線形結合全体の集合を考えましょう。で、ここはその教科書にもありますけれども、W という集合を取りまして、で、W はどういうものかというと、ベクトル X1 の C1 倍から、ベクトル XR の CR 倍までの和ですね。で、この C1 から CR はスカラーですと。で、前回もやりましたけれども、集合の書き方をもう一回確認しますと、この前の方にこのものを書くわけですね。C1X1 から CRXR の集まり。で、後ろの方に条件を書きます。C1 から CR はスカラーですよということで、これがその N 項数ベクトル X1 から XR の線形結合全体の集合というものを表します。で、この時にその、これ括弧1式としましょうね。括弧1式として、一応今日やる大事な内容の一つはですね、この時、この、線形、X1 から XR の、線形結合全体の集まりの、W というのは、単なる集まりではなくって、部分空間になると。Kn の部分空間。すなわち、そのベクトル空間としての性質を持つというのが、まず今日、学ぶ大事な内容の一つです。で、それが教科書のですね、定理 5.3 にあります。教科書ですと130ページの、真ん中からちょっと下ですね。で、じゃあまずそれを書きましょう。定理 5.3 は、今の板書のですね、この上に書いたその一式で定まる x1 から xr の
線形結合、全体の集合ですね。まあ、これをその上の番数では W というふうに名前つけましたけれども、この線形結合全体になす集合 W は KN、 N 個数ベクトル空間 KN の分空間を回すと。で、このなすという動詞も結構この日本の数学では特有の言い回しなんですけれども、まあ、そのここにありますように、この W のがですね、その KN のその部分空間をまあ形作るとか生成するとか、そういう意味でこうなすというような言い回しをすることが数学ではよくありますので、まあ、一応そのつもりでいてください。さて、一応ですね、まあ、これも、証明の主な部分を説明しておきたいと思いますけれども、教科書ではこの定理 5.3 の証明は実は証明定理の自体の説明の上の方ですね、前のページ129ページの 5.3 節の見出しのすぐ下から130ページの上半分にかけて、これが証明として書かれています。で、まあ、今日はちょっと時間の都合で、全部には触れられないんですけれども、一応何箇所かですね、主要な部分について、証明の、まあ、アウトラインを示しておきたいと思います。で、まあ、証明の方針としましては、まあ、部分空間って言っていますので、前回の授業でもやりましたように、この W がですね、 W がその部分空間の条件を満たすということを示すというのが証明の中心になります。で、その部分空間の条件っていうのは何があったかというと、実はその SS0 から SS2 という、 こう3つの条件式にありました。条件を満たすことを示しました。というのが、まあ、やるべき内容ですね。で、一応、まあ、ちょっと順番に、こう、まあ、前回もですね、何回か触れましたので、その大雑把に、触れていきますけれども、まず、最初の SS0 の性質は何だったかっていうと、ゼロベクトルがW の源であるということを示すというものでした。で、多分多くの皆さんは、なぜこれが成り立つかというのをパッと、あるいはちょっと考えれば分かるかと思いますけれども、どうするかっていうと、その、まあ、W は上の黒板にありますように x1 の c1 倍から xr の cr 倍までを加えた、そういうものの集まりですよね。ですので、c1 から cr っていうのはそのどんな数を取ってきてもいいということになってますから、ちょっとここで cr から cr を全部0にしましょうと。そうすれば、まあ、0倍の x1 から0倍の xr までを加えたベクトルっていうのは、まあ、0ベクトルですよね。ですので、ゼロベクトルは W の源だということが分かります。分かると思います。まあ、ちょっとこの説明で、
まだちょっといまいち分かんないという人は、また前回もですね、証明載せたところがありますので、そこを確認してみてください。それから次に、その次の SS1 の条件式が何だったかっていうと、X、ベクトル X と、それから、ベクトル Y が、この、W の弦ならば、その2つのベクトルの和ですね。2つのベクトルの和も、また W の弦を、まあ、っていうのを、まあ、示すというのが、まあ、その SS1 ですね。で、そのためにどうするかというと、ここではその SS、この X とか Y というベクトルを実際に、この W の定義式に従ってこうまず表してみるわけですね。X というのは、ベクトル X1 から XR までのある線形結合で書かれていますから、例えば、C1、X1 プラス点々点の CR、XR のこういう線形結合で書かれていますよというわけですね。で、まあ、C1 から CR は、なんかスカラーですから数なわけです。で、一方で、ベクトル Y もやはり同じような形で表れているんですけれども、まあ、この線形結合の係数がまあ異なるわけですね。まあ、等しいか異なるか、まあ、一般的には異なるということで、まあ、ちょっと文字を変えて、例えば C1' の X1 から CR'XR。まあ、こういう線形結合で書かれているでしょうというわけですね。定義から。あ、仮定からですね。で、C1' から CR' はやはりスカラー数ですということになるわけですね。で、そうしますと、この時、じゃあ、x プラス y っていうのはどういうふうになりますかっていうと、まあ基本的にこの上の x1 から xr に関するそのベクトルの和を求めればいいわけですね。例えば、x1 に関して言うと、c1 プラス c1 ダッシュ倍の x1 っていうのが出てきて、同じようにいきますと、CR プラス CR ダッシュ倍の X の R と。まあ、こういう線形結合になるわけです。ここまでいいですか？で、ところがですね、じゃあ、この線形結合に出てきたこの係数ですね、この係数っていうのは、一体、どう、何だったか、何だったかっていうと、その結局、例えば C1 と C1 ダッシュというのはどちらも、K のスカラーですから、そうするとその場も、スカラーなわけですね。で、同じように、ちょっとすいません。字が。ですね。で、同じようにして、この CR プラス CR ダッシュっていうのを、やはり、K の弦だということなんで、で、その、まあ、こういった線形結合の形で、しかも、その、係数が全部、その、K のスカラーになっているようなものは、W の弦だったわけですね。その W の定義から。ですので、この時、この X プラス Y というベクトルも、やはり、W の弦であるということが、まあ、示されるわけですね。で、これで、SS1 の条件式も満たされることが、わかります。ここまでいいですか。で、次にその SS2 ですね。SS2 に関しては、まあ、X がこの W の弦だったらば、そのある、ラムダというですね、スカラーを持ってきたときに、この X のラムダ倍も、W の弦だということを示せばいいわけです。
で、そうしますと、多分この SS1 の証明の仕方をが大体分かっている人は、この SS2 の示し方も大体分かるのではないかと思いますので、じゃあこれは各自でやってみましょう。もし、分からない、やり方がよく分からないという人がいたら、また授業後ですとか、授業後には親切な TA の人たちが3人後ろに控えております。1人は猫耳をかぶっているようですけれども。親切な TA の人たちいますし、あと演習ですね、演習の授業もありますので、演習の相山先生や TA の人たちに、聞いてみてください。ここまでいいですか？ということで、一応定理をもう一度振り返りますと、N 個数ベクトル空間から、何個か数ベクトルを持ってきて、作ったその線形結合全体なし集合というのが、実はこの場合ですと KN の部分空間になると。だからただの集合じゃなくてベクトル空間の性質を持つという事実をやりました。そこで一つはその言葉の定義をしておきましょう。上の式1によって定まる。ちなみにですね、その上の式って言っても、式1は上じゃなくて左上ですっていう人もいるかもしれませんけれども、横書き の文章を書くときには、大抵、すでに前に以前出てきたものを指すときには上のというふうに使うのが普通ですので、注意してください。そういう理屈を言いたい気持ちはよくわかります。で、上の式1ですね、W の定義ですね。この2によって定まるこの X1 から XR の線形結合全体のなす KN の部分空間ですね。部分空間だというのは今ちょうど定理でやりました。部分空間 W を、これは名前なんですけれども、X1 から XR によって生成される。もしくは、貼られる部分空間といいまして、で、これをですね、X1 から XR を並べて、こういう簡易括弧で囲ったものとして表します。こういう記号で表します。で、それから、あとこのベクトル自体ですね、この X1 からその XR を、W の生成形というふうに呼びます。ということで、先ほどの定理、5.2
1.3 からやりましたように、その数ベクトル空間からいくつかベクトルを持ってきて、その、まあ、K の部分空間を作ることができるんですね。ですので、その X1 から XR の線形結合全体をなす、まあ、部分空間を、その X1 から XR によって生成される部分空間、もしくは貼られる部分空間というふうに言います。ここまでいいですか？はい。それで、このパラレル部分空間について、この一つ注意が書いてありますので、一応やっておきましょう。一応ここではその命題と書いておきます。ここでは、その W を、N 個数ベクトル空間 KN の、部分空間としましょう。それから、X1 から XM、まあ、これはベクトルなんですけれども、これをその W から持ってきたベクトルとしましょう。で、この時、成り立つ性質が、この X1 から XM によってその生成されるそのベクトル空間ですね。これは W のさらに部分空間になりますけれども、集合としては W の部分集合になると。ですので、その W のまあベクトルですね、 X1 から XM を取ってきて、それどんな形で線形結合を作っても W からはみ出ることはないってことですね。まあ当たり前といえば当たり前なんですけれども、そういう性質がありますので、確認しておきたいと思います。ちなみにですね、証明、まあ、命題と書いてますから、一応証明しようと思えば証明できると思う、できるんですが、まあ、こういう時にそのどうやって証明するのかなっていうのは、ちょっと気になる人に少しヒントを出しますと、この場合ですね、この集合としての方眼関係をこう示すことになります。で、集合の方眼関係を示す時には、その集合の方眼関係の定義に戻って証明するのがほとんどです。こういう場合ですね、例えばこの X1 から XM で生成される、まあ、W の部分空間が W の部分集合であるというのは、その定義に戻りますと、こういうことを言ってました。例えば、X が X がまあこちらの弦だった、だったならば、X は W の弦ですよと。これが集合の方眼関係、もしくは部分集合の定義です。ですので、基本的には証明もこれを仮定して、左を仮定して、右を示すというのが、まあ、常套手段ですので、まあ、ちょっと気になる人は、そのやり方に沿って考えてみてください。ちょっと残念ながら、ここで説明するにはちょっと時間が足りないんですけれども、僕の講義ノートには、この証明も全部書いていますので、後で必要な人は参考にしてください。
ここまでいいですか。はい。じゃあ、ですね、これから先は、その今日の授業で、このセクションであるもう一つ、重要な事実を扱います。もう一つの事実はですね、線形写像の話に戻るんですけれども、まあ、F というのを、数ベクトル空間 KN から、まあ、KM への線形写像としましょうと。で、前回の授業でその、まあ、F のですね、像とか角という話をやりました。すいませんが、ちょっとまだ一部の証明が残っているので、多分来週の火曜日の授業に残った証明、一部説明すると思います。で、その時に、まあ、像とか角をやったんですけれども、ここでやるのは、F の像ですね。F の像ですから、この映った方の KM の部分集合なんですが、前回の授業でやったのは、確かこのイメージ F は、KN の無の部分空間だっていう事実を説明しました。で、今日はそれに加えて、このイメージ F っていうのは、基本ベクトルの像によって生成されると。ということをやります。ですので、その F の像というのはその部分空間だったんですけれども、じゃあ部分空間ということはその何かで生成される必要があるわけで、じゃあ何を使ってその F の像が生成されるかっていうのが問題なわけですね。で、だから生成形が、ここで言葉で言うと、この生成形が何になるかっていうのは問題で、でまあ、生成形としては一般にこういろいろなものを取り得るわけですね。で、その中の一つとして、まあ、基本ベクトルの像を持ってくれば、それは生成形になると。ただし、注意していただきたいのは、これ以外にも生成形というのはあるかもしれないということですね。これだけに限るとは言ってませんので、そこは気をつけてください。で、この話が書いてあるのが、その定理 5.4 ですね。定理 5.4 をやりましょう。定理 5.4 ですけれども、F を、KM から KM への線形写像とします。それから、E1 から EN というのを、これはその映される方ですね。映される方 KN の基本ベクトルとします。で、定理の主張はですね、この時、F の像ですね、イメージ F は、基本ベクトル E1 の F で写した像ですね、これを FE1 と書きますけれども、FE1 から FEN ですね、これによって生成されると。というのがこの定理 5.4 の内容です。まずここまでいいでしょうか。
これも一応証明が書かれてありますので、そうですね、少なくとも半分ぐらいはアウトラインを説明したいと思います。で、実はですね、空き学期の、線形代数2ですかね、空き学期の線形代数でこうどんなことをやるのかっていうのをちょっとパラパラ教科書をめくってたんですけれども、結構大変かもしれません、率直に言って。っていうのは、例えば今僕がこの証明でですね、こういう証明はこういう手順でやりますっていうようにこう説明している場所が随所に、特に最近何箇所か増えてるのは皆さんも気づいてると思うんですけれども、そういった結構その数学的にこう段階を追っていろいろなものの性質をこう調べていく、もしくは学んでいくというのがですね、多分今までよりも増えると思うんですね。でちょうどこの第5章からそういう話が始まったんですけれども、例えばこの次の第6章ですと、もっと一般のベクトル空間に対して同じようなことをどんどんやります。ただ、第6章は結構その第5章とその内容的にはかぶっている部分も多いですから、ですので、なるべく皆さん飽き飽きに困らない程度にはいろいろこういうものはこういう手順で考えますというようなことを説明に努めますので、なるべくですね、皆さんもそこから数学的な議論の進め方をいくつかでも掴んでほしいと思います。で、この定理 5.4 の証明なんですけれども、これを示したいと。で、これは言ってみれば右辺、左辺にある集合があって右辺にある集合があって、その2つの集合が等しいっていうことを示すんですけれども、数学の場合これもやはりその2つの集合が等しいっていうのは証明の仕方に常等手段がありまして、例えば、A イコール B を示す際にはですね、この皆さんこの集合のが等しいっていうのの定義は覚えてますか？もしかしたら授業でやったけど忘れちゃったっていう人もいるかもしれませんが、この集合が等しいという定義は、例えばこれですと A が B の部分集合で、かつ B が A の部分集合だと。だから両方の方眼関係が成り立つっていうのがこの集合、2つの集合が等しいというのの定義でした。ですので、例えば今の定理 5.4 でこれを証明しようと思ったら、この2つの方眼関係を証明することにっていうのが一番オーソドックスな証明の仕方です。で、さらに、じゃあこの2つの方眼関係、例えば集合の方眼関係ね、で、例えば A が B の部分集合っていうのは、示すにはどうしますかっていうと、実はこれ先ほどの、どこでしたっけ、命題か、先ほどの命題でやりましたけれども、これは、この方眼関係の定義に従って、X が集合 A の弦だったら、X は集合 B の弦だっていうことを、これを示すわけですね。ですので、どん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 その、定義に戻って、こういうことを示すっていうステップを繰り返すことで、最終的に2つの集合が等しいということを示します。ですので、B が A の部分集合だったら逆に、X が B の弦だったらば、X が A の弦であるということをこう示すわけですね。このようにしてこの集合の2つの集合が等しいというのを数学では示すのが一般的です。で、この定理 5.4 の場合ですね。定理 5.4 の場合はそういうことですので、この時F の増と、あと、基本ベクトル E1 から EN の増で生成されるベクトル空間が等しいということを示す場合ですね。ですので、まず最初には、こういう、
方眼関係を示して、でもう一つ逆向きの方眼関係を示すということで、この定理が証明できるわけです。一応、そうですね、いきなりこう教科書の証明を読もうとすると、どこから手をつけたらいいか分からなくなるかもしれませんけれども、一応こういう方針で証明しているというのを頭に入れて、読んでみればもう少しこうスムーズに教科書も読めるのではないかと思います。でそこで、じゃあちょっとその全部はできるかどうか分からないですが、まず、じゃあこちら向きの、方眼関係でもちょっと証明の説明やってみましょう。そうしますと、この方眼関係を示すにはまずその x がの f の増2の元であるということを仮定して、そうすると今度右辺ですね、 x がE1 の増から En の増で入られるそのベクトル空間の元であるということを示すことになります。そうしますと、まずその x がF の増の源であるっていうことからですね、これがどういうことを意味するかっていうのを、今度はその F の増の定義からこうちょっと考えてみる必要がありまして、じゃあちょっと今度はそのイメージ F っていうのは一体どういう集合だったかっていうのをこう思い出してみましょう。イメージ F っていうのは一応その前回やった定義通りに書いてみると、なんか fy の集合だと。で、y は、f で移される前の kn の元ですということで、ちょっとまたピンとこない人のために、もう一回、こう、ちょっと図を書いてみましょうね。今 kn と km という2つの数ベクトル空間があって、で kn から km に線形写像 f がありますと。で、イメージ f っていうのはこちらの km の部分集合ですから、ここがイメージ f ですと。でその中にあるベクトル x がありますと。で、x が f のイメージの源っていうのはどういう意味だったかっていうと、実は、こちらのですね、移される前の、kn の方にある y というベクトルがあって、y を f で移したら x に来ますと。だから、y を f で移したら x に来ると。そういう y が存在するって言うんですね。それがこのイメージ F の定義から分かります。そうするとこれから、ある Y がこの Kn の方に存在して、そうすると F を、Y で F を移したベクトルが X に等しいと。ここまで分かるわけですね。実は X がその F のイメージの源であるということからここまで分かるわけです。まずこの点に気をつけましょう。でこの点、ここまで導くためにはその F の増ですね、 F のイメージっていうのがどういう集合かっていうのをよく理解する必要があると思います。で、次にですねちょっと考えるんですけれども、ところがですね、この y っていうのは実はkn の元なんですね。で、今証明をいろいろ見回してると、その kn の基本ベクトルが登場してますよね。
ということは、この y というのは、その kn の元だから、kn の基本ベクトルの線形結合で表せるということがわかると思います。ということで、まあ、このとき、まあ、ある c1 から cn でこういうそのスカラが存在して、まあ、y というのは、その kn の基本ベクトルの線形結合で表されますということですね。一応ちょっと分かりにくい人のために文章で書いておきます。y は kn の基本ベクトルの線形結合と書こうとするとすぐに結と書いてしまって先を急ぎがちですが、で線形結合で表されますと。実はそのこういう文章をまあ数式で表すとこういう数式になるということにもちょっと注意してください。さて、こんなことをやって一体何がわかるかっていうんですけれども、さあ、ここから皆さんどうしますかね。この示したいことは、この x が、FE1 から FEN で貼られる、そのベクトル空間、数ベクトル空間の、元だってことを言ったんですね。ちょっと少し思考を変えて、その、ちょっとゴールから少し攻めてみることにしましょう。あんまり普通の数学の授業ではやらないんですけれども、その示したいことは、x は、F の E1 から F の、まあ、EN ので貼られるベクトル空間の元だということをやりたい。で、これは実はどういうことを言ってるかっていうと、その、まあ、あるスカラーが存在して、でこれはそのこの式の定義に戻って考えるわけですね。存在して X はF の E1 から F の EN のこういう線形結合で表せればいいってこと、これを示せばいいってことになるわけですね。そうすると、これを示すにはどうすればいいかなって思うんですけれども、こことこのギャップをですね、どうやって埋めるかですよね。で、ここで、まあちょっと、じゃあ、この Y をですね、この F で移してみましょうかと。Y を F で移すっていうのは結局どうするのかな。Y を F で移すんですから、Y を F で移すってことは、これ、すなわち X ですよね。Y を F で移すんですけれども、じゃあ Y っていうのは、この E1 から EN の線形結合で表されていましたから、これを F で移すと言えるわけですね。こうですよね。さて、ここでこことここの間のこうギャップが埋まったと、これ何かひらめいたという人は結構いけてるんじゃないかと思いますが、皆さんどうでしょうね。これからこれって導けますか。大丈夫ですか。大丈夫な人どのぐらいいますか。うん、一応なんか前の方に大丈夫そうな人がいたんでちょっと嬉しかったんですけれども。で、ここで実はその線形写像っていう、こう、偉大な、こう、性質が、こう、発揮されてですね、線形写像ですから、これって重ね合わせの原理が働くんですね。どう働くかっていうと、C1E1 から CNEN の和を F で移したものが、C1×F の E1 プラス、点点点プラス、CN プラかける F の EN と、まあ、こういう形でこう表されると。ここはこの線形写像、F が線形写像という性質からこういうことが言えるわけです。いいですか。となると、あれと思うわけですね。
実はこの形ってこの形ですよね。ということは、x をこういうふうに表したってことは、実は x はこの FE1 から FEN で貼られる部分空間の弦だってことが示せたことになるわけです。ここまでいいでしょうか。ですので、例えばその丸1のステップの方眼関係の証明の場合ですと、その F の像っていうその集合の定義ですね。これをうまく使うということ。それから、あとこの線形作動の性質をうまく使うということで、この向きの方眼関係がこう示せます。ということで、ここまで何か質問がありますか？今日はちょっと時間の都合で、この1番しか説明できませんけれども、一応2番の方は、講義ノートには書いておきましたので、気になる人は各自確認しておいてください。はい。それで一応そうですね、教科書に書かれてある内容としましては、定理 5.4 があって、あと例題 5.3 で第5章はおしまいなんですけれども、一応ですね、補足としまして、数ベクトル空間の規定と次元についてちょっと話をしておきます。覚えてる人もいるかもしれませんが、規定という言葉ありましたね。覚えてらっしゃいますでしょうか。だいぶ前の方で出てきました。行列式よりもさらに前で、連立式方程式をやっている頃に出てきたんですけれども、ちょっとその話に触れておきたいと思います。今日のその授業の中でやった話は、その数ベクトル空間 KN の部分空間 W というのを取り上げました。で、これはその、X1 から XR がその KN の数ベクトル空間 KN の弦であるときに、ベクトルであるときに、X1 から XR によってその W というその部分空間を生成できますという話が今日の話でしたね。で、実はその規定という話に結びつけて考えますと、この生成系ですね、生成系 X1 から XR が、これは必ずしもその XR1 から XR の取り方によって線形独立とは限らないんですけれども、もしこの R の R 個のベクトルが線形独立だった場合には、 X1 から XR をですね、はその W の規定になります。という点に注意してください。で、規定の定義ですよね。規定の定義はどこまで遡るかというと、実は教科書の5ページまで遡ります。そんなに初めに本にやってたんですが、5ページの、3行目ですか。
その例えばこの教科書5ページですと、その平面ベクトル R2 で考えているんですが、まあ、これをもっと一般の数ベクトル空間 KN に置き換えますと、その KN がこの X1 から XR で貼られて、しかもこの X1 から XR が線形独立の時に、この X1 から XR は KN の規定というふうに呼びました。で、まあ、この規定の定義はもともとの数ベクトル空間についてのものだったんですけれども、まあ、今回はちょっと詳しい説明を省きますが、部分空間についても同じ言葉を使うことができます。多分この辺の詳しい話はまた飽き飽きにやると思いますけれども、一応、まあ、この場合、部分空間の場合にも、その X1 から XR がもし線形独立だったら、これ W の規定と呼ぶということを言っておきます。それからあと規定については実はやっぱりだいぶ前に大事な性質をやっておりまして、W の規定をなす ベクトルの個数ですね。まあ、これ、仮に今 R ことを置きましたけれども、この R は、規定の取り方によらず一定です。もう一回繰り返しますと、その、まあ、W ですね、今、部分空間 W、もしくは、もともとの、その、数ベクトル空間 KN ですね。で、この、まあ、なんか規定が取れましたと言ったときに、その規定をなす、そのベクトルの個数っていうのを、例えば R と置きますと、これは、その、規定の取り方はいろいろな、規定のベクトルの取り方があるんですけれども、その規定のベクトルの個数は必ず一定だと。その部分空間、数ベクトル空間、もしくは部分空間が1個定まれば、そこでを生成するその規定のをなすベクトルの個数は必ず定まるという性質がありました。で、これどこでやったかっていうと、数ベクトル空間の場合なんですけれども、定理 2.6 ですね、教科書ですと48ページまで遡ります。この辺は確かその連立一次方程式を一生懸命解いてというか、性質を調べていたところなんですが、まあ、ここでやりましたように、数ベクトル空間の場合は、この定理 2.6 に書かれてあります。で、ここではその部分空間については言及されていませんし、今回も詳しい説明は省きますけれども、部分空間についても同じことが言えます。ということで、その規定をなすベクトルの個数というのは一定だということから、この規定をなすベクトルの個数がですね、その、まあ、ベクトル空間もしくは部分空間を特徴づける量の一つとして使えるわけですね。でこれを、まあ、次元と言います。という話をちょうどここでやったときにやりましたので、一応ここで定義を書いておきます。次元の定義なんですけれども、
いずれこの話はその一般のベクトル空間の話になるわけですが、一応今までのところではその数ベクトル空間のみ議論してますので、とりあえず数ベクトル空間ということにしておきます。数ベクトル空間またはその部分空間ですね。その部分空間 W がR 個のベクトルからなる規定を持つときですね。この R を、R というのはその規定をなすベクトルの個数ですね。この R を W の次元と言いまして、dimW で表すと。まあ dim という記号ですね。この dim というのは、英語でその次元のことをディメンションと言いますので、まあ、その頭文字を取ったものです。というのが一応その、まあ、数ベクトル空間もしくは部分空間の、まあ、次元の定義ですので、まだ教科書の方には、第5章まではきちっと現れていませんでしたけれども、まあ、今から覚えておいて損はないと思いますので。確認しておいてください。それからあとこの次元についての一つの注意なんですが、今までそれほど意識しては来なかったと思うんですけれども、N 項数ベクトル空間ですね。N 項数ベクトル空間に対しての、次元は N です。これは、まあ、容易に推測できることかもしれませんけれども、まあ、ちょうどその N 項ですね、N 項を数を並べていることですし、まあ、非常に明らかかもしれませんが、一応注意しておいてください。これも教科書では定理 2.6 に記述があります。ですので、まあ、今まではその N 項数ベクトル空間というふうにこの数字を N 個並べた数ベクトル空間と呼んでいましたけれども、次元の概念をやりますと N 次数ベクトル空間というように、その、まあ、ちょうどそうですね、次元が N の数ベクトル空間例えばとかですね、それからあとは、皆さんも、まあ、この空間内で1次元とか2次元とか3次元と呼ぶようなこういう使い方、次元の使い方もします。はい、ということで一応そうですね、今日は 5.3 節を一通りやりまして、で実はちょっと先を急いだのは、まあ、今日この後に行われる演習の授業でがですね、その第5章全体をカバーしておりましたので、一応講義の方も漏れがないようにということで、まあ、前回 5.2 節でちょっと証明が残ったところは飛ばして、
今日、5.3 節の方を先に一通りやりました。で、一応、来週の火曜日も、授業はやります。で、もしかしたら多少早く終わるかもしれませんけれども、一応来週の火曜日は、まず、そうですね、5.2 節の、定理の証明ですとか例題で説明の残った部分を解説しまして、あとは随時皆さんの質問などに答えるという時間にしたいと思います。ここまで何かありますでしょうか。はい。じゃあ、とりあえず今日の演習とですね、それから試験の準備を皆さん頑張ってほしいと思います。今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。